K1 アンダー60キロファイト、大沢文也 VS 遠藤信玄。ただいまよりプレリミナリーファイト第3試合を行います。アゴナより遠藤信玄選手、赤コーナーより大沢文也選手の入場です。今回プレリミナリーファイトに集結したメンバーの中では、戦績実績ともに上位同士の対戦。まずこちら K1 ジム目黒、チームタイガー遠藤信玄、 J ネットワーク、さらに WPMF 日本ライト級と日本ライト級とすでに2冠を制覇しています。対するはこちら、タンタンファイトクラブから大沢文也。主戦場は大激戦区のクラッシュ、そこでも体重の挑戦も経験しています。K1 チームメグロチームタイガー遠藤信玄、これが31戦目、29歳、遠藤信玄。赤コーナー183センチ、60キロ、タートンファイトクラブ大沢文也、これが28戦目、23歳です。大沢文也、レフリー松本剛。なおこの試合は60キロファイト K1 ルール3分3ラウンドで行われます。延長戦は行いません。プレリミナリーファイトアンダー60キロファイトです。3分3ラウンド、ともに K1 初出場。こちら門コンを頭に装着しているのが遠藤信玄です。ムエタイベース、それに対しては大沢文也、アウトボクシング、パンチのテクニックを信条としています。今マウスピースを含んでリラックスした面持ちで中央にやってまいります。踏みつけに対してどうも厳しく取ります。いい、すぐに離すように瞬時の組みつきだから。それに対しては一層これ意識を集中しているように見えるのが青いグローブの遠藤です。さて両者コーナーに分かれました。さらなる明日への道、栄光へというのがプレリミナリーファイト。先に掴むのは俺と大沢、対する遠藤。さて第1ラウンドのスタートです。思いっきり体を伸ばすような動きからリング中央へ、赤いグローブの大沢やってまいりました。先制の蹴りは遠藤、やや前かがみになるような構え。中村さん、このムエタイベースで遠藤がやってまいりました。それに対して大沢、これ楽しみですね。そうですね、お互いは本当にプレリミナリーファイトに出る選手とは思えないぐらいこう戦績も十分な選手たちなので、本当にこうテクニカルな試合が見れるんじゃないかなと思うんですけども、はい、その中でやっぱり大沢選手はボクシング出身で、すごくこうパンチの技術に長けた選手で、逆に遠藤選手はいわゆるこう首相撲と肘打ちが許されている、こうキックボクシングルール、ムエタイルールで実績があるこう蹴り技が得意な選手なので、まあ、こうお互いこう得意な分野と武器が違うので、そこがどう試合に出るかだと思いますし、まあ、スタイル的にはやっぱり大沢選手の方がこのルールスタイルに向いてると思うんで、やはり遠藤選手はこの K1 ルールにどれだけアジャストしてくるのかっていうのがポイントになると思いますね。やはりその今も口頭注意ありましたが、組みついてはいけないという両手でですね、はい、いわゆる首相撲というムエタイ最大の武器の一つがなくなってはいるんですが、しかし遠藤ですね、コメントで他の選手とは違うスタイルを見せたいと、蹴りパンチ自分は何でもできますと、そんな風に話しています。おー、ラリフク聞いただろという動きは大沢です。そこからスウェーバックして蹴りは相手の蹴りではないというアピール。さっきも一度大沢選手蹴りに左ボディ合わせましたけど、やっぱり遠藤選手の蹴り技に左のパンチは狙ってると思いますね。これも研究もしっかりしてきているでしょうしね、はい、大沢やはり戦いはその2人の距離感というの一つポイントになりそうです。そうですね、やっぱり遠藤選手はいかにこう自分が蹴る、ポジションまたこう距離をキープできるか、はい、逆に大沢選手はこうどれだけこうパンチの間合いに持ち込めるのか、はい、そこが大事になると思いますね。
さらに言いますと大沢はそのパンチテクニックプラスクラッシュの戦いではここのところ蹴りも増えてきましたよね。そうですね、最近はすごくこういろんなあの技術も覚えてあの、オールラウンダーになってきてるんで、はい、それをこの K-1 のこのプレミアルファイトというこのチャンスで生かせたいところでしょうね。あの浦部兄弟との対戦も経験しているんですよね。左の長い距離のパンチからローキック、大沢がこの変則的な構えから入ってきます。無駄な力は使わずに、そしてこうして一気に出てくるというのが大沢。あの構えを大沢選手がサウスポーにスイッチして、はい、いきなり左ストレートで飛び込むというのは結構得意なんで、今来ましたね。今はほとんどオーソドックスから、そして右のストレート、飛び込むような動きは遠藤です。大沢両手を開く、左足を前にして前進してきたんですが、ここで最初のラウンドを終えています。さて中村さん、大沢サイドから触れていただけますか。そうですね、やっぱりあの大沢選手の方がこうじりじりあのプレッシャーかけて、ちょっとあの遠藤選手の方にこうある程度蹴らせて、でその蹴った後にパンチまとめたり合わせたりっていうのをまあ狙ってるんじゃないかなっていうような、なんかそんな立ち上がりでしたね。あのここのところはそのタンタンファイトクラブで指導者の顔も、はい、そうですね、はい、あのさっきのプレリミナルファイト第1試合に出たあの脇選手だったり、そういったこう、まあね、全然あの大沢選手も若いんですけど、はい、まあ、さらにこう下の世代の選手たちも出てきてるんで、そういった選手たちにもまあ負けられないという気持ちもあるでしょうから ね、はい、そうですね。脇光晴はすでに勝利を収めています、はい、対して遠藤ですね、ここからさらにどんな刀引きそうですね、はい、さてセコンドアウトの声がかかっています。3分3ラウンド制、ラウンド2中盤の第2ラウンドです。ちょっと場内をぐるっと見回すような表情もありました。青いグローブの遠藤信玄、左インローから入ります。遠藤としてはいつその自分の距離に持ち込むことができるか。そうですね、もうこのラウンドあたりでという気持ちはあるでしょうね。大沢のようなタイプはどうでしょう。ちょっとこれ切り崩すのに一つ考えが必要かもしれませんですね。やっぱりまたこの K-1 ルールだったり、この主戦場のクラッシュだったり、本当にその戦い方がそうかやっぱ合ってるタイプだと思うんで、はいはい、その中で遠藤選手、まあ、あのローだったりミドルは細かく当たってるんで、そこからどうあのもっとこうピックヒットにつなげれるかですよね。右、今思い切りましたね、はい、一つ振り抜きましたが、ここはギリギリのところ、左右のパンチは逆に赤いグローブの大沢、大沢は左の膝でリズムを取るようにしています。そこにミドルキック、遠藤、遠藤も上体を揺らしてからのローキック、今は足を前にして右のストレート、ミドルキック捉えて右ストレートです。しかしこれ蹴り足を長い時間これ掴んではいけません ね、はい、これはいけません、注意しなければいけません。一つ空振りさせたのか大沢、左の遠藤、ローを同じく返します。大沢です、まあ大沢選手もローキック強いんでね、はい、あれをやっぱ返しながらっていうのも全然いいんじゃないですかね、パンチだけならずに。そうですね、うん、技の種類というのはこれ大沢多彩ですからね、はい、ここはどうでしょう、ちょっと投げたような形に近くなってしまいましたが、ここから続行です。左でボディを探るのが遠藤、パンチから右のローキックです。大沢はどうですか、手数は少し減ったように見えるんですが、そうですね、狙ってますか、はい、これ、口頭注意、組みつき、両手での組みつきに対して遠藤信玄に口頭注意です。長い距離での右、遠藤も放ってくる。このラウンドはここまでどうですか。そうですね、遠藤選手の方がコツコツ自分の攻撃をうまく当てて、もうその中にもあの右のパンチだったり、はい、うまくこのラウンドは試合進められてるんじゃないですかね。うん、逆に大沢がどう解釈してこの動きになっているのかというところちょっと気になります。そうですね、ちょっと1ラウンドよりはペースは取れてないと思いますね、はい、うん、長いところ左を放ってきます。ほとんどオーバーハンドのパンチ、前蹴りで腹部へですが、これはノーダウン、ダウンではありません。時間がなくなってまいります。離れた距離での戦い、これは大沢が一気に壊してくるか、また離れます、離れて左から
この選択の意図はという大沢でしたが、第2ラウンド終了しています。改めてですが中村さん、ちょっと様子が変わりましたね。そうですね、遠藤選手の方がうまくこう自分の距離も取りながらローキックを当てていきましたし、途中右の大きいパンチとかああいったものも織り交ぜながら、そんなにこうすごく大きいダメージを与えるというのは大きくなかったですけど、まあ、手数とかそういった部分では遠藤選手の方がこのラウンドは目立ったかなと思いますね。でもこの第2ラウンドこうした間合いに持ち込んで、さらにこの後となればですね、遠藤はそういう目も十分考えられますよね。さて大沢サイドです。ダメージという点ではどうですか。ダメージはないと思うんですけど、ちょっとやりにくそうな感じではあったかなと思いますね。さあ間もなく最終第3ラウンドです。ラウンド3レッスン、プレリミナリーファイトアンダー60キロファイトです。最後のラウンドに赤いグローブ大沢文也23歳対して青いグローブパンチを放って29歳遠藤信玄、共に K1 初出場。左ミドル、これは中足のあたりを当てていったか、さらにパンチからロー。遠藤の攻撃、腹部を返すのは大沢です。共にスピードアップしてきましたね。そうですね、やっぱりまだ明確な差もまだちょっとないっていうのはあるでしょうし、はい、しかしこのラウンドのスタートダッシュはどちらかというところ遠藤ですか。そうですね、はい、勝負をかけてきましたね。左フックボディへ、そして膝、いやここはミドルの距離へ変えてきます。打って右側に回って左のリードジャブで飛べて右フック、右アッパー、遠藤ですがこれもダウンではありません。まあ、でも大沢選手やっぱあれでガードして遠藤選手のパンチ打たせて、そこに、はい、カウント狙ってるんじゃないですかね。今も崩すようなテクニックからボディへのパンチ、さらに足技へと左のフックから飛び込んできます遠藤です。これなかなかの試合巧者ぶり見せつけてますね。膝、そうですね、やっぱり遠藤選手あのガード化してるんで大沢選手、はい、そこに膝はいいですね。さらにボディ打ち、足元、そうですね、ああいうこうバランス崩すのは無敵のテクニックなんで、はい、まあ、そこをうまく使ってるなと思いますけどね、うん、他の K-1 ファイターとは違うスタイルをと、遠藤信玄飛び膝も的に打ち込んでいきます。打って離れて右アッパー、さらに肘で防御したり攻撃、うん、左ハイは大沢、これはギリギリガードありましたか。飛び込もうとする遠藤、ここもそうです。さて間もなく最後の1分になろうとしています。中村さん、この辺りからクライマックスとなりそうですね。ガリボディ、まあね、やっぱりね、お互いここでこう満足する選手はないと思うんで、はい、まあ、だからこそね、最後行ってほしいですね、お互い。そうですね、はい、それを見たいですね、我々も。すでに王座を2つ獲得している遠藤、対してクラッシュでの王座挑戦がある大沢、左フック、もう一発テンプルへ、これ大沢選手の左フックがいいんで、あそこから、うん、といざ、ここはロープに足が引っかかってしまいました。ブレイクです。残り時間30秒、あと30秒、リードジャブからパンチ膝という遠藤、なんとかしたい大沢、左フック、うん、走るという音は遠藤のパンチ、ここも打って離れて、なかなかの癖のぶりを見せつけています遠藤。叩き壊したい大沢、右フック、さらにもう一発、それでもここは時間が過ぎていく。ブレイクから、さあまとめたい大沢、遠藤全身右フック、ここでタイムアップです。9分間が終わっています。さあ中村さん、いかがでしたか。そうですね、まあ、このラウンドも細かく遠藤選手が手数を出して、膝を序盤当ててる場面が多かったんですけど、そこから後半中盤以降、大沢選手が左フックのカウンターを含めてちょっとずつ攻撃も当てていってたんで、はい、またちょっと流れが分かれたようなラウンドでしたね、このラウンドも。全くですね、はい、2人とも拳を宙に突き上げています。さあ判定の発表、集計の結果をお知らせいたします。ジャッジ佐久田30対29、
赤大沢、大沢1票取っています。ジャッジ星沢29対29、ドロー。2人目はドロー。さあジャッジ和田29対29、ドロー。以上1対0、2票以上の差がないので引き分けとなりました。大沢1票取りましたが、中村さん、ドローです。そうですね、ちょっとどちらもこう今一歩さ爆発しきれなかった試合かなと思いますね。これ以上の一撃2人ともありますから ね、この後の試合で見せてもらいたい、そんな遠藤信玄と大沢文也でした。